ステファヌス一世は、ローマ教皇、ギリシャ系の出身であった。彼が教皇に選ばれた頃は、キリスト教への迫害も、去ることながら、それに伴って起こった問題に教会が揺れていた頃であった。それはデキウスミカドの迫害下で信仰を捨てた信徒が、再び教会へ戻ることを望むとき共同体に向けて、良いのか、また再び洗礼を受けさせるべきか、といった問題であった。 これに関しては、教皇はキプリアヌスと一致しており、ローマの伝統に従って、異端者でも教会に戻った者にはその先例の有効性を認め、再先例の必要がないと全教会に指示したが、アフリカの諸教会はこれに従わなかった。また、ステファヌス一世に関して特筆すべきことは初めて、ローマ主教の持つ優越性を主張していたことにある。これが、 教皇意識の方がであるとみなすと教会視野は多い。カトリック教会の聖人であり、記念日は8月11日。ステファヌスを殉教者とみなすのは、広大の伝承による。ヤコブスでオラギネの黄金伝説は、その殉教の様子について、次のように伝える。時の皇帝、ウアレリアヌスとガリエヌスは、まず教皇の配下の聖職者10名を捉え裁判もなく斬首した。 翌日には、教皇自身も捕らえられ、マルス神殿に連行されたがステファヌスが、どうかこの苔脅しの建物を倒してくださいとあるに、祈ったために、神殿の大部分が倒壊した。逃げ惑う多くの人々を尻目に、教皇はその足で、聖女、ルキアが葬られている教会に向かい、皇帝によってさらに多くの兵士を差し向けられたが、少しも恐れず、政務を続け、そのまま斬首された。 ありがとうございます。